東京マーケットワイド、スタジオにはゲストをお迎えしました。マネックス証券チーフストラテジスト、広木隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、マーケットなんですけども、昨日 の, そのニューヨークですね、もう東京市場は今日、まあ、かろうじて反発してますので、うんうん、なんとなくその昨日のニューヨークの下落のイメージというのがですね、うん、まあ、寄り付きの段階ではあったんでしょうけども、まあ、ちょっと今は薄れてるような感じなんですが、うん、まずちょっとその昨日のニューヨークの動きからちょっと振り返ってみたいと思うんですけども、まあ、昨日のニューヨーク本当にあのサーキットブレーカーが発動したりとかですね、取引がまあ非常にこう活発というのか、それともあのひどい動きというのかそんな一日だったわけですが、うん、まず広木さん、ご感想といいましょうか、どういうふうに見てらっしゃるのかお話しいただけますでしょうか。いや、やっぱりこの、はい、3000ドル下げるなんて見たこともないわけで ね、はい、あのまあ、確かにそこはもうびっくりしました。ただやっぱりちょっとね、冷静になってみれば、はい、まあ、このチャート今出てますけど、なんかそんな驚くようなチャートじゃないよねっていう感じがするんですよね。まあ、というのは、はい、あの先週の木曜日ですね、つまり2営業日前ですか、そこで言ったらそれがその過去最大の下げ幅だったわけですね、それまでの、うん、はい、で2000何百ドルも下げて、まあ、確かにそこを大きく前の日からあの窓を開けて下がってますよね、はい、ただその翌日は急反発で、これも史上最大の上げ幅だったわけです。約2000ドルぐらい上げたわけですね、はい、でそこからの落差ということでこれ3000ドルあるわけなんだけど、はい、そう考えると先週金曜日のこの大きな大陽線、これがなかったとすると、はい、もうすでに木曜日にダウンと下げ、そこからまあもう一段下がってるということを考えちゃえば、はい、まあ、1日の値幅っていう点では3000ドルですけれども、まあ、もう 2万ドルのねところギリギリまで売り込まれてたわけだから先週のところ、はい、まあ、そういう意味じゃ、まあそんなには驚かないかなって気はします。まあ、確かに率でもそうですよね、うん、リーマンショックの時は2割以上の下落1日で、ね、うん、率しましたので、ブラックマネーですね。あ、ごめんなさい、ブラックマネー、失礼失礼、ブラックマネーですね、うん、ブラックマネーの時に 20% 以上の下落率で、うん、そして、まあ、昨日は、まあ、あの大幅な幅は大きいですけども、うん、まあ、10% 台ということですね、前半ですね。まあ、ただ、まあ、その1日で1割下げるっていうのもとんでもないことですけど、はい、あとは、まあ、ここには出てませんが、あの市場のやはり恐怖感という点ではね、恐怖指数、ビックス指数がこれ今の時は上回りましたよね、80を超えて、はい、リーマンショックの時に80ちょっとぐらいで、それをもう上回ってしまったので、はい、確かにその下げ方という点でも、それから市場に与えた恐怖という点でも、まあ、リーマンをこれもう上回ったと言ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。リーマンショックって2008年の9月にリーマンブラザーズが破綻したんだけども、はい、株式市場が大混乱したのは翌月の10月になってからで、はい、ここがもう急騰と急落を繰り返した時なんですね、はい、だから単一眼的に言えば2008年の秋なんだけど、はい、実際もうアメリカの景気自体は2007年の末にはもうピークアウトしてて、でその2007年中にはもうリーマンの1年前ですけど、はい、その時からもうすでにサブプライムローンの破綻の影響が出て、はい、パリバショックが起きるとか、2008年の3月にはベアスターンズが破綻するとか、はい、もう次々ともう株価はずっと下落基調をたどってきていて、はい、最後のとどめが象徴としてで2008年9月リーマンブラザーズ破綻、はい、そして2008年の10月のマーケットの大混乱とこんなふうにつながっていった、はい、だから時間をかけてあの経済が崩壊しバブルが崩壊するのとともに株価がずっと軟調だったって、そういう調整の仕方をしたんですよね、はい、それに対して今回はいきなりですから、はい、わずか1ヶ月でリーマンブラザーズの破綻に代表される、もう端的に言ってしまえばクレジットバブルの崩壊による株式市場の調整が、うん、まあ、アメリカ市場は2007年の夏に始まったものが、はい、2009年の3月にそこを入れてるんですけども、はい、その間やっぱり2年ぐらいかかってるわけですよ ね、 そ, うですね、それを1ヶ月間でこれだけ調整してるっていうんですかね、まあ、いかに今回のコロナショックが、まあ、はい、すごいかっていうことなんですが、まあ、当時、まあまあ、もし比較するとすればそのカウンターパーティーリスクなんかもありましたけども、うんうんうん、まあ、現状はその値幅の割にはそうした、まあ、リスクは、まあ、金融当局 の、 あの努力もあるのかもしれませんが、
一応まだ今のところは、まあ、表には出てないっていう感じでしょうかね。はい、まあ、これから出てくると思いますよ多少。つまりこれだけ景気が悪化してくると破綻する企業がいっぱい出てきます。それから原油安も伴っているので、はい、まあ、シェールオイル関連アメリカのエネルギー企業 の、まあ、クレジットの不安、まあ、あの、はい、ハイイールドさえ出したくさん出しているのでそういうのがデフォルトになったりとか、そこからまた信用リスクに波及してくるということは十分あるんですね。だからそれをまあ未然に防ぐためにもう世界が強調して今金融緩和に、打って出てるわけですけれど、はい、まあ、ここは予断を許さないところです。ただリーマンの時の比較が僕はもう最大のポイントになると思っていて、はい、今申し上げたようにリーマンショックっていうのはアメリカのそのクレジットバブルの破綻処理だったわけですよね、はい、ですからこれ何かっていうとサブプライムローンのような本来は貸せないようなクレジットの人たちにも貸し込んだものを、はい、これを CLO とか CDO とか二重三重のレバレッジを効かした発生証券に仕立てて、これ世界中にばらまいていったって、はい、まあ、壮大なバブルだったわけです、はい、そのバブルが弾けたおかげで金融機関がおかしくなって、リーマンは潰れるわ、 AIG というようなものはこちらはもう大きすぎて潰せないと言って救済されるわ、まあ、モラルハザードの問題が起きたりとか、はい、まあ、その他いろいろなところの救済合併で、まあ、金融危機に発展していったわけですけれども、はい、一言で言っちゃえばバブルを膨らませて、はい、それがもう弾けちゃった、はい、ってことはもともとそれがバブルだったわけだから、何にもないところの土台の上に人々のその住宅があり、それを担保にした消費があり、はい、経済活動があり、公共があった、そういう宴があったわけですよね、はい、だからそれが崩れてしまったらもともとがあまりにもその実体のないものに積み重ねた経済繁栄なので、はい、それは元に戻らないですよ。あ、つまりバブルの上に成り立ってた、それで金融危機になってしまうと金融機関が傷んで、はい、これもなおさらその経済が回らなくなってしまうわけだからどうにもならない、はい、でそこで失われた雇用がなかなか元に戻らないというのは、これはもう我々が経験した通りで、はい、あの職探しを諦めてしまった人たちも大量に生まれたわけですよね。そうですね。それって元を正せば全て壮大なバブルがあったから、それが元で金融機関がおかしくなっちゃったなんですね、はい、この2つは今回に当てはまらないんですね、あの後者の方から言えばリーマンショックの影響があまりにも大きかったためにこの10年余りをかけて金融機関の資本増強っていうのをずっとやってきたんですよ。バーゼル3とかいろいろなことで、だから今はちょっとやそっとのことで金融機関おかしくならないので、で最初の点に戻れば、じゃあ今回はそういう金融機関が何かバブルを生み出したかというとそういうのもないと、はい、そう考えるとですね、このコロナのウイルス感染拡大が収まれば、はい、需要は相当早いペースで戻ってくると思うんですね。これがバブルで失った需要がなかなか戻ってこなかったリーマンの時と今回の最大の違いだろうと思います、はい、まあ、需要のそういう意味では需要の先送りなんていう言い方をする方もいらっしゃいますけども、これ需要が喪失しているっていうわけではないと見ているわけですね。そうしますと、ただ時間も取り戻せないので、はい、この期間できなかったものはできないです、はい、ただ後になって出てくるっていうのも結構ある。例えば、はい、典型的な例を挙げれば、はい、去年の秋台風がどんどん来たじゃないですか、天候も悪化して、はい、でディズニーランド行けなかった人がいっぱいいますよね、はい、その、収まった後にもうどっと押し寄せて、はい、入場制限がかかるぐらいに後で来ちゃったっていう部分もあります、はい、だから今例えばこれコロナで今入院休館してるところとか休園してるとかいっぱいありますけども、はい、これが終わった後はですね、はい、まあ、そういうその抑えられてた需要がまあ一気に出てくるっていうのもあるでしょうし、まあ、いろんな企業のビジネス、その旅行、はい、観光、そういうものは今はダメだけど収まった後ね、じゃあ夏休みとか、うん、あるいは来年のっていうところで、はい、まあ、後ずれして出てくるっていうのは、まあ、考えられると思います、はい、まあ、そうなりますと先ほどお話しあったちょっと気になったのが金融機関のですね、あるいは、うん、デフォルトですよね、金融機関に限らずですけども、その辺のところでカウンターパーティーリスクというのが、まあ、顕在化するのかどうか、それがその需要が回復する時までなんとか持ちかけてくれればですね、基本的にはまあ、そういった大事には至らないと思うんですが、はいはい、だから今一生懸命そのやってるのは、はい、金利を下げるというよりはやはりその特に中小企業向けに資金を融通するということですね、はい、こちらをいろいろやってますから、はい、それでやはりそういったクレジット不安を防いでいくという、ね、ことだろうと思います、うん、
そうしますと、まあ、今のお話は、まあ、日本国内という形で、よろしいかと思うんですけども、まあ、世界で見たときにやはりヨーロッパ等もですね、結構今その感染の拡大というところから、うん、いろいろ、まあ、経済が滞ったり停滞という形になってますけども、その辺こうヨーロッパの方というのはどうなんでしょうかね。ちょっと気になるのはドイツの国内でですね、いろいろ金融機関についての話題なんかもこう出てきたりしてますけども、うん、まあ、それは今、はい、コロナが出る前から全然そうですそうですドイツのところは言われてるんですけど、はい、まあ、ドイツに関して言えば、まあ、ね、非常に厳格な、ね、国で、はい、まあ、淡々と粛々とやってるので、はい、まあ大丈夫だとは思うんですけど、やっぱり問題はイタリアなんですよね。うちがやっぱりちょっと医療のレベルが今回こう、はい、うまくいってないっていうレベルのことが明らかになっていることと、やはりあと中国との結びつき、ここのところは本当によくわからないんですけど、ヨーロッパの中でやっぱりイタリアだけが一帯一路に参加してたりとか、そもそも中国人の人のその人口とか、うん、あるいは行き来が多い国で、はい、そこら辺が何かあのイタリアでの感染があまりにも拡大しているところと関係があるんじゃないかとか、ちょっとやっぱり見えない部分がありますよね。あ、やっぱりイタリアのさっきのドイツに戻ると国境が事実上閉鎖されたり、そうですね、はい、厳格なことをやってるので、一部の国は多分戻ってくるんだろうけれども、はい、そういうところがちょっとイタリアであるとか、そっちはちょっと心配なところは残ります。ただまあやはり多分まあイタリアも重要なんですけど、最終的にとどのつまりはアメリカがどうなるかということですよね。ただまあこれだけ非常事態、国家の非常事態を宣言して、まあ国を挙げて、それこそ企業もですね、 Google もウォルマートもみんな参加して対応を練ろうとしている。でアメリカというのはやっぱりこういうところは強いですから、一気呵成になるとですね、ここにその期待したいということと、あとそのアメリカ株の話に戻すと、下げ方は確かに異常ですよ、でも今ついている株価水準自体、ある意味まっとうなフェアバリューじゃないかと、つまり PR にしろ PDR にしろ、おかしな値はついてないんですよね。それに対して一緒に付き合って下げちゃった日本株は PBR がこう 0.8 倍割るとかね、これも異常な値になっちゃってるんですよ。だからさすがにダウが3000ドル下げても日経平均下がらないっていうのはそこじゃないかと思う、アメリカはまだバリエーションの調整余地があったんで、今ついてる値もおかしいものじゃない。だけど日本はこう今がすでにもう完全な割安の状態になっちゃってるんで、なのでもうこれ以上下がんなかったと。だからこれ実はでかいですよ、自立反発だとすれば。そうですね、日銀が買ってるから上がってるわけじゃないとすればね、その辺ちょっと続くかどうかもね、ちょっと見ていただきたいと、見ていきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。